チャレンジツアー4勝をマークしています、はい、中里幸之助プロです。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。こだわりのこのクラブセッティングというのはちょっとねプロの方からご説明いただこうかな。主力がキャロウェイ、はい、キャロウェイです。キャロウェイです。全部キャロウェイです。はい、はい、もうこういうキャディバットもキャロウェイ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあまずはドライバー。ドライバーは、トリプルダイヤの LS っていうローグ、新しい今年のモデルのローグを使ってます。はい、この LS っていうのはロースピンですね。はい、これ何かこだわりみたいなシャフトとかっていろいろありますか？これはクラブのこだわりっていうか、まあ、全部そうなんですけど、僕シャフトが全部 S シャフトなんですよ。あのアマチュアの方だってプロってみんな X 使ってんじゃないのとか、確かに思ったりするじゃないですか。はいはいはい、それはないです。僕は誰でも打てるっていうわけじゃないですけど、アマチュアの方でも優しく打てるようなクラブは僕使ってると思ってます。それはなぜその S というセッティングにたどり着いたんですか？それはもうあのゴルフパートナーおなじみの安楽拓也師匠から、はい、おこれ待ってたんでしょ。なるほど、ね、安楽拓也師匠から、はい、もうクラブ総特会させられました。そうかそうか、はい、そんなハードなセッティング使っててどうするのと、使っててどうすんのと。あ、まあ、あの人もドラコンでやっぱりすごい活躍してて、でシャフトがやっぱり柔らかいんですよ、ね。柔らかくても球が吹けない、飛ぶ、っていう打ち方も分かってますし、やっぱそういうちゃんと柔らかいクラブを使ってっていう理論もちゃんとできてるので、僕それに納得して、まあ、あと体をやっぱり一番に考えたら、S を振ってる方が今はいいのかなと。だからあのドライバーもちょっといきなり話飛んじゃう。いいですよ。これもウエッジも全部 S シャフト。本当だ。全部です。全部。結構プロの方ってハードセッティングになってて、はい、でそれを真似したアマチュアがおかしくなっていくっていうパターンって多いと思うんですけど、そうか、より優しく簡単にクラブがもう進化してるから、それに自分たちも合わせていく。合わせていけばいいのかなって。安楽さんいつもクラブすごい大事っていうので、振り方っていうよりまずクラブを合わせた方がいいっていうんで、その 3、4年、もう4年ぐらいですかね、 S 使って。もうそれで変えました全部総特化。これぜひアマチュアの皆さん、僕も含めてですけど、ハードセッティングでなんかショットがなかなか乱れちゃってるなって、プロのセッティングになんかちょっとこう憧れてやっちゃってるなっていう人は、これ一回そこちょっと見直してもいいのかなと思います。すいませんね。はい、なるほど。はい、ナイスカントリー。はい、次行きましょう。なるほどワードっての入れていかなきゃいけない。さあ続いて、本当はドライバーの次にもこれ入れてたんですよ。スプーン、これスプーン代わりに入れてたんですよ。これね、ユーティリティ、はい、APEX のユーティリティ、はい、UW って、これすんごい飛ぶんですよ。もうプロの中でもすごい大人気で、このグラブ。これはこれだけね、X シャフトなんですよ。すいません、ありました X シャフト。いやでもいいですよ、ここだけは。これはね、僕 S シャフトにして何回もやったんですけど、やっぱちょっと自分が思ってる球が違くて、これ X にして僕良くなりました。なるほどなるほど。これだけ X、 あでも本当全部 S です、はい、でということはドライバーの次にこのユーティリティになるっていうことですか？はい、そうです。それをもう開幕戦からずっと使ってたんで。おお、大体ユーティリティどれくらいですか？これすっごい、これ17度なんですけど、260ぐらい飛ぶんで、結局スプーンとそんなに10ヤードぐらいしか変わらないんですよ。で260、70をその毎回打つかって言ったら打たないので、ってなった時に少しでも距離落としても思ってるような球が打てるようなのがいいなと思ってこっち入れたんですよ。その後が、その後が、25度の、これ25度って表記書いて、これ実際20度なんですけど、お実際は、はい、ちょっと5度立ててて、これはアイアン型ユーティリティ、これはグラファイトのハイブリッドの95の S。 95の S、はい、ここも S なんだね。これも全部 S です。で5番から、9番アイアンまでが TCB っていう、はい、これすごいプロで大人気なんですけど、この APEX のね、かっこいいですよね。かっこいい、顔かっこいいですよね。ですよね。すいませんね。でこれも S シャフト、はい、なるほど、はい、これもね全部 S シャフト、はい、でウエッジが、さあウエッジですよ、もうこの方ウエッジ4本入ってて、4本ですよ。
4652-5660。はい、これ46から60の役割って、僕ちょっと何て言うんですか、130から下があんまり得意じゃなかったんで、うん、その時にやっぱりそっちを詰めてってあげた方が僕はいいのかなと思って、だからまあこのスプーンを抜いてでもこれを入れてでもっていうのがあって、もうウェッジ4本にしちゃって。そうか、はい、もう飛距離は出るし、そうで、あんまり飛距離っていうよりは下をこう、なんていうの、縮めてった方がスコアに結びつきやすいのかなと思ってウェッジ4本入れて、でも4本入れて良くなりました。それアマチュアの人も3番ウッド、5番ウッドって飾りで入れてる、僕もそうですけど、そう、なんかドライバーの次スプーンでしょみたいな、はい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 、スプーンの次5ウッドでしょみたいな、はい、ああいう概念って意外とこうなくしてあげてってもいいのかなって僕思います。先ほど小田孝明さんに聞いたんですけど、はい、同じこと言ってました。あ、なんかもう3番5番ってなんで決めてんのみたいな、もう逆に本当にドライバーの次に7番ウッドでもいいですし、だってね、それでスコアが良ければそっちの方が絶対いいじゃないですか。そうそう、7番ウッドだったり、例えば4番ウッドだったりとか。はいはい、もう同じこと言ってる。そうそうそう、スプーンって僕一番難しいと思うんですよ、クラブの中で。なんでかって、ロフトがないのに下で打つじゃないですか。はい、はいはいはい。ドライバーって下から打つことってもう直ドラ以外にないじゃないですか。ない。ティーアップして。ない。だけどパー5のセカンドとかで絶対使うのってスプーンじゃないですか。スプーン。だけどスプーン難しいから当たんないというじゃないですか。当たんない。でもロフトがないからそれ難しいんですよ。もうクラブはいいんですけど技術がね、はい、伴っていかないから、 そこに自分がクラブを合わせてあげればいいだけの話なんで、すごい、それをでもプロって多分みんなそうだと思います。結構あのだ飛ばし屋とかだとドライバーの次もドライビングアイアン入れちゃって、はいはいはい、まあ、ウッドなしみたいな、ドライバーだけとか、はいはいはい、ドライバーの次2番アイアンとか、はいはいはい、で下をグワーって揃えてあげたりとか、はいはいはい、飛ぶ人はそれでもいいと思いますし、逆に飛ばない人とかだったらドライバー、まあ、スプーン入れて5ウッドしたらもうウッドもうドラドラドラって9番ウッド11番ウッドとかもあるじゃないですか、はい、今、はい、それをバーッと入れてあげて、アイアンが苦手だったらアイアン3本とか4本とかっていうセッティングも全然あると思いますし。なるほどな、それはもう人それぞれなんで。これはいいこと聞いた、うん、あ、いいこと言っちゃった。最後じゃあパター行こう。パター行きましょう。パターは何ですか。パターはね、ピン型の、はい、トゥーロン。トゥーロンね。ちょっと汚いな、ね、これ基本全部汚いじゃん。そうです。俺が悪くない。俺が悪くない。俺悪くない。これトゥーロンなんで。逆に2年前まで、うん、すんごい大きいヘッドとすんごい太いグリップ使ってたんですよ。マレットの、うん、おう真逆使ってたんですよ。おうほうほう。こんな大きいヘッドに、はいはいはい、こんなでかいグリップ使っててやってて、うん、イメージが合わなくなってどうしようってなった時に、はい、オデッセの人とその相談して、その時にもう真逆行ってみようよみたいな。はいはい。もう本当真逆じゃないですか。ピン型真逆ですよね。一番細くて一番細い、はい、で真逆にしたら良くなりました。これじゃあまた囚われたなんか常識、うん、あのマレットの方が直進性があるとかグリップ太いとなんか遊びができないとか、そう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 、そういうのはなし。自分の感覚って大事。大事です、まあ、もしかしたらまたこれが感覚が ね変わって、はいはい、またちょっと太くなったりとかするかもしれないですけ ど今はこれで落ち着いてます。その時その時の感覚っていうのは大事、アマチュアも大切にした方がいいよっていうことなんですね。そういうことです。ナイスカッチリ。